から一人で「生きてきたという男」「と世間知らずの女が初めて恋をした」「子供が生まれた時は天下の一大事」「生まれた時から子供は覚悟を決めた」 お風呂に入ればいつでも溺れそうになるから生まれた時から子供は泳ぎを覚えた何にもなくてもよい子供は育ってゆくカエルの子供はやっぱり カエルの子供だよ <laughs> なんと今日の歓迎の音楽は陽気なブルースという歌で始まりましたがカエルの子供はやっぱりカエルの子供かなということで坂本美宇さんをお招きしました <laughs> よろしくお願いします <laughs> びっくりしたでしょいい曲 <laughs> これはねあの ミュさんのの。たために作ったわけじゃないの、はい、あの生まれた時から一人で生きてきたんだみたいなそういうタイプの男と世間知らずの,、うん、ああのおっ母さんが子供ができて大騒ぎだったっていうそれはな何かというと私のことを歌ってる<ー>、うん。私が子供ができた時、うん、もう天界の一大事で「あ,あの <laughs> 産うっていうの生まれた時にいつもおことしそうになるからそういうふうにして育てれば子供は勝手に泳ぎを覚えるっていう結局親がどうであっても子供は勝手に育つといつの間にかカエルの子供はカエルになるよおたまじゃくしのままではいないカエルだよっていうそういうのを私が自分で作ったんですなんだけどなんかぴったりだなって時を励まされる。 <laughs> まあ美羽さんも,あの、えー、もちょっとねこの数か月大変だったと思いますけど、はい、あのお父さんの思い出っていうのは私の中にもいっぱいありますしそのもゆっくりそのこともお話ししたいんですけど何よりあの6月にお会いした時に美羽さんが、はい、あの娘さんを連れていらしてて可愛、はい、くて。ありがとうございます。あそうかうさんも <laughs> うん子育て中なんだなと思ってね、はい、それであの日比谷のやおんっていうのは、うん、あの私もいつも子供連れてきてて楽屋に会ヒル<あ>子供がこううろうろしてるっていうのは、はい、すごく記憶が蘇って嬉しかったんであ<ー>まあちょっとねそんな話をしっかり物の娘さんをあの <laughs> どうぞそうそそういやそうなんですよ私がねやっぱしっかりしてないと娘がしっかりするってはい。 やっぱり自覚してる自覚してます <laughs> <laughs> なんであなたが自分がしっかりしてないと思うわけいや甘えてるんですね娘にだん,だんだんこう,う 2>, 2歳1歳半ぐらいからもう結構はっきりと人格がわかり始めて、うんうん、わだいぶしっかりしてるな自分で何でもやりたいし、うん、まあまあついてこないでっていう感じだしっていうことにもう それが見え始めた瞬間に私も甘え始めてできるよねみたいな、うん、<laughs> いやそれは最高に上手な子育てかもしれないよ私はねあの今さっき言ったように生まれたあの1972年に最初の子供が生まれたんだけど、はい、その時夫がそのちょっと遠くにいて、はい、あの兵のなにいたもんですから <laughs> そしたらねあの身もしないのにもうねそうこうなったらお前は その,その子に宮子美しいアジア,、うん、アジアの子ってね美や子に全部相談して決めろ全部あのお前に任せるよみたいなことを<ー>娘にだからそういう子だったんですよ、うん、本当に実に、うん、あのしっかりした子で対等にじゃあこういろんなこと話し合ってこられたんですか以以上かな台頭以上、ね <laughs> 命令、これ、赤ん坊は親に命令するんですね。うん,うん、あの、お腹減ったじゃないかって。あれ、泣いてるのは、甘えてるんじゃなくて、はい、親を叱ってるんですよ。<laughs> <か>お前どうするんだって、言ってくれてるみたいな。<laughs> めっ<し>ちゃんとしんどいやんみたいな。<laughs> 本当ですね。でも、あなたは、でも、そう、しっかり者の、世間知らずのしっかり者の、お母さん。との関係はどうだったんですか、はい、矢野顕子さん。うーん。 そうですね、母は本当独特の感覚を持っているので、うん、全く相いれないところもあるしでもそこがもちろん大好きであの支えたいなっていう気持ちもあったりして小さい頃からやっぱり彼女がこう自由に演奏をしたりとか自由に楽しくやれるように 周りもサポートするわけじゃないですかマネージャーもスタッフもそれを見てると私もなんかかばん持ったりとかしたくなっちゃうだからそうさせる何かがあるそうですね小さい時具体的にだってあなたがもっと意識がないというか1歳とか2歳とか3歳の時は多分アっコちゃんもちゃんと育てたと思うですね <laughs> あのやってくれたと思います。育てられた方はその頃は意識がないわけだから、はい、ね。ちゃんと抱っこしてもらったとかさ、うん、そういうのは記憶としてあるわけではない、うん、<あ>です、ねあ。ああるでしょうけどね。うん記憶としては母 <laughs> あのいろんな人に育てられた気がしますね。<laughs> なるほどね<の>いいですね。いろんなスタッフさんが面倒を見てくれて <laughs> だからあの。 もっと大人になってからはいろんな人から「おしめ変えたよ」って言われて<ー><う>なんかもう今日っ,って <laughs> 最適な人と対話して私はねあの娘に言ったことがあるのね、はい、もう誰かとなく手を借りなきゃいけなかったから、うん、もうここの家にで育ってたんだけど。あの マンションって隣の家があんまり親しくなれないじゃないですか、はい、それでももうどうしようもない時は隣にトントンって言って「<え>あのすいません預かってくれますか?」って急に、えー、預かってもらったりしましたよね、はい、そんな親しくないのに「あのうん、すいません」って突然だからあの誰彼となく助けてもらうんですよ、うん、で娘に「あなたねあの大きくなった時にすごいたくさんの人とか思いがけない人が、うん」 おむつ変えたよっていう人がね、<laughs> あの、あなたにはいると思うって、最高の宝でしょうって。もうまさしく、それです。<laughs> 私がね、まだお目にかかってない方々とか。本当に子供の頃以来、お会いしてない方々もいると思うので。あの、ありがとうございます。この機会。この機会に, <laughs> 機会にありがとうございます。お,おや、親の代わりにか。そう。お礼を言いますみたいな。<laughs> 本当にでもそうやってね<も>母がいろんな人の手を借りてくれたことが本当に今、宝だと思っていて自分も同じ子育てをしているので今、今今いろんな人の手を借りていろんな人にああずあずもう本当預けまくって <laughs> 仕事しているので産後2ヶ月から子連れでいろんなとこ仕事に出たので。3 5 2ヶ月から そうなんですよ。ねえねえラジオのレギュラーが、うん、そうそうそうあの、じゃあだんだんあ,あなたをも参加しようと思ったあ、はい。私がああなたと出会ったのがディアフレンズ e n d s という東京 FM のね番組に何度か呼んでいただいて、まあそ,そのそのお仕事はもう絶対欠かせないもんねそうですね。うん、もう12年になりますね。30代をまるまる捧げた。80年に生まれた。<laughs> はい、80年。 恋の日の生まれです。私の三番目の娘が八十年。あ四<っ>月生まれなんです。同い年。近い,近いですね。うん。<laughs> 嬉しい。なんか。そういう。はい、で、うちの、その三番目の娘は。ええ<っ>。あの、十九歳で沖縄に行っちゃったの。ああ<ー>、うん。で、あの。二十歳で、もう子供ができて。そうですか。成人したんですよ。二人で。<う>わ <laughs> 今成人した子供がいるって。 っていうことでですか考えられないいしょいやーすごいじゃあもうこれから第二の <laughs> 第二の人生というか,これから自由に、ね、あそうですね,ま,すねまあいろいろその時にやっぱりほらさっきの話じゃないけど仕事がすごく三人目ぐらいの時は忙しくなっちゃってたから母がまあいてくれたんで、はい、いない時間が多かったんである日あの「東京には暮らしがないからね」 って <laughs> 言われました娘にここには暮らしがないよってだから私はちゃんと暮らしがあるところであの行きたいからっていって沖縄にすごい一言だ,、うん、だ何の反論もできなかったっていうその暮らしっていうのは、まあ、交流だったりとか自分で、まあ、育てたり。 食べ物を育てたいろいろ私たちは夫が有機農業とかそういう食品の仕事もしてたりしたからそれ沖縄私が好きで結構連れてってたんで向こうの人たちはちゃんとばあちゃんがいておばあがいてんかな赤かがあるの屋根の家があってどんと誰かいるねみたいなそういうのに憧れたのかあなたはこの80年に生まれて9歳から。 約約高校生までアメリカに音楽活動始めてからもずっとニューヨークにはいたのでまあ10丸々10年ぐらいですかね、うん、9歳から18ぐらいまで、はい、いましたやっぱりアメリカの暮らしがあなたにとってのこうなんて言うの故郷ですかああ故郷は何 うん、完全な故郷ではないなと思うんですけど逆にいろんなところにあるなとも思うんですがこ引っ越すまでは高円寺杉並区の高円寺にいて高円寺は本当にもう何も家もな,んないんですけどやっぱ帰るとああ故郷って思いますし。あ、ね、あそこは故郷のの資格があるね <laughs> 私の長女も一時あの杉並に 住んた時そうですか、うんうん、あの緑がいっぱいあって、うん、故郷らしい、まあ、東京の人にとってのなんかこうちょっとるとそうですね、うん、昔のその今はもうコンクリートが多くなっちゃったけど大きな公園もあったしそこで猫を拾ったなとか今ではもうあんまりいなくなっちゃったいわゆるこう猫。 猫ババアみたいな <laughs> あの本当に猫が30匹ぐらいいるお,いるお家猫屋敷が何軒もあって<え>本当に猫 <laughs> 猫だらけだったんですうちの,その高円寺のうちの区画というか <laughs> い。あなたはじゃあそ,のそこに遊びに行ったりしてたの <laughs> はいか 猫猫屋敷に猫屋敷敷だからいつもこう車があるとまず下を覗くんです <laughs> <laughs> 今日は誰がいるかな、えー、でみんなの野良猫のにも名前がついててあでも野良猫じゃなかったのかその猫屋敷で一応飼われてたのか大五郎とか名前はだってあなたがつけるわけ <laughs> いやその一応そのおうちの人が,の人がつ,けつけて呼んでたのかなどうなんだろう 住みっくんでしょう、ね。っうきっと。増えちゃう。もう今みたいな、こう、ね。うん、すぐ去勢してっていう。あの、そういった常識がまだなかった。から。きっと。あ、増えちゃったっていう感じで <laughs>。だったと思うんですけど。そう、本当に猫が多くって、それが私のルーツですね。わ <laughs> かります。だから、私はあなたが猫がよっぽど好きっていうのは知ってるけど。はい。 今は何匹ぐらいか？か今は家にいるのは一匹なんです。一匹だけ、はい、寂しそうだね。寂しいんですけど、でもあのこう密に本当に家族っていう感じで。ツイッターで、はい、<laughs> いつも猫情報をあなたが,が発信してるから、<laughs> 私もあの猫には思い出があって、はい、あの京都の上賀茂っていうところに、ええ、あの住んでたんですけど、あの。 私がが猫怖怖かっっったたんだだよね<ー>ちょっと怖がりだったの、うん、もう田舎だから犬とか野良犬とかの、まあ、勝手に庭に入ってきていつもいるんだけど、うん、なんとなく私が動物が苦手だったのである日私のために猫を飼ったのそしたらやっぱり猫は敏感だから、うん、な,なぜか私の方を見て,、うん、って言ってるわけで1 <laughs> で一日は部屋のこっちとこっちで私が5歳6歳ぐらいの時だ、はい してたんだけど、あのそれからあとは私がその子の担当だったから、うん、毎日抱っこして出てました。へ<ー>うん、それが私となんかそういう動物の出会い。あじゃあ克服されたんですね。<で><う>彼彼女も何か 私のためにここに来たんだということ、知ってたのかなっていうぐらい。最初に来た時から二人で睨み合って。そう,そうか、そうか、そうか、そうか。いろんな思い入れがありそうだね。そうです、ね、でそれで急に9歳でそう。ニュー,ヨークにニューヨークに行ったってなんかそのギャップみたいな。そうですね。でもち。ち年生、小学3年生を終えて、向こうに行ったんですけど。まあ、もう、何にも英語も。 勉強しないまま行ったのでこうハローみたいな感じで <laughs> もう何にも分からないところから学校,学校は家の近所の,このマップを見てあここに小学校があるここに行ってみようっておっしゃってた<で>んできないけどでもそこはね小野洋子さんが昔いらっしゃったみたいで<ー>たまたますぐ牧歌的な。 マンンハッタの真んはいウェストチェスター郡っていう3つの町にそこに小野洋子さんがいたってどういう小さい頃ね小野洋子さんが郊外の方にいらっしゃっニューヨークの洋子さんニューヨークで育ったんですかいっときあそう知らなかったいね後ろにある絵がジョンと洋子のあ これジョンが描いた絵のコピーですけどかわいい「ラブ・ワンピース」あそうそういうなんか不思議なそれでどうだったんですかその3年生で英語わかんなくて行ってえっと、まあ、でものんびりした学校で、うん、すっごくいい先生たちに恵まれてでそのいろんなあのいろんな人種というか、うん、そういう人たちも交じってるような学校だった なんですがちょ地域的にあのユ,ユダヤ人の方々が多くてちょっと何だろう弁護士さんとかお医者さんとかが多かったからあの結構インテリ,ーの,ンテリーの方が家庭が多くてうん、うん、その頃は日本人も中国人も多かったので割と外国人っていうとアジアの人が多くてうん、うん、ブラックとかヒスパニック系はあんまり。 小さい頃は出会ってなかったんですけど日本人はその子すごく多かったんですがちょうどバブルがはじけた後にどんどんみんな帰っていって日本にどんどん少なくなって <laughs> なるほど、えー、90, 年あ90年はねあ90年何月に4月でしたあじゃあ 私九十年の十一月にカーネギーホールでコンサートあったの。そうですか。そう。あの頃惜しかし肩って言ってました赤ちゃんいやいや赤ちゃんちゃんの九歳ですから。いやそしたらねあの実はあのあれはなんだ日本はバブルだねまだねこの頃はね。ギリギリちょっとぐらいちょっとちょっと怪しくなる頃なんだけど。 ニューヨークの景気がすごく悪くて、うん、あの90年の11月の時、うん、あのホテルで暖房が壊れてて、うん、それで治んなかったの最後まで <laughs> <えー笑>あの治しに来てくれるんだけどなんか3時間もかかってこうやってるのね。だけど ちょっと暖かくなったような気がしないかとか言われてさっさと帰っちゃうんだね。暖房がないんだよ十一月に大変よ。それであのカーデギフホールのコンサートの日の朝に私はあのシャンプーに行ったんですよ。あのなんか知り合いのな日本人のあの美容院やってる人がいるってそれで行ったらボイラーが壊れてるのよ。冷水でシャンプーしてもらう。 いやこれでもうおかげさんで頭冷やしてしっかり歌ってみましょ <laughs> そんな,なんか,かだからその後とそ,その頃80年代から日本はそう景気が良かったんで、うん、そのちょっと壊れかけたアメリカのビルとか、うん、そういう古いものをいっぱい買い占めたりして。はい 良かったけど<あ>そのうち日本も景気が悪くなっていっ,たってい、はいたうそうですねそういうのをな子ども頃にも少し感じてるそうですねどんどんその家族が仲いい家族が日本に帰っちゃうとかうん変わってきたなっていうのはありましたねあとその頃は行って割とすぐ91年湾岸戦争の ワンアゼンスがあったよねっ、ね、始まったのでそうなんかこうまあ子供心に本当にアメリカ91年よそう私はあの90年にカーネギーがあった翌年の1月17日ですすごい強烈だったそうですよね、うん、それはいアメリカでもう9歳、えー、10歳ぐらいだから なのでこのガラッと空気が変わってしまう感じというのはすごく覚えていてどういういうに変わるあのみんな、えっと、軍に子供を送り出した家庭は旗を立ててるんですよ庭にだからあ,<ー>あ,あそこんちもそこんちもそこんちも息子が今行ってるんだなっていうのはとてもリアルに近所にもいっぱいいたし。<う><う>あの頃は まだ徴兵制だったではなくな<い>あちょっとあの、ね、記憶があれ、ね、前にパックンの話を聞いたら、うん、ベトナム戦争の時に、うん、アメリカは徴兵制だったんで、うん、あのごく一般のねあらゆるあの家族息子たちが行かなきゃいけなかったから、はい、ですごい反戦運動が高まったじゃないですか。よっぽど偉い人 の息子が実は逃げたとかいうのも今、うん、もう評判になっちゃうぐらい、うん、その絶対行かなきゃいけないっていう徴兵制だったから、うん、今はそうじゃなくなっ、うん、その後何年ぐらいから徴兵がなくなったか知らないけど、うん、そうじゃなくなったから、うん、割とアメリカではその戦争に行かなきゃいけないっていう気持ちから、うん、まあ解放されてるうだからこそその行ったお家っていうのは。 結構、ナショナリズムが強いこの愛国心志願していってる、そうですね、愛国心は結構強く誇りにしてるみたいな、そうですね、と<ー>いうところはありましたね、そのご家庭とかは。うん、その時にあに、私はあの90年のカンネギホールの前にあの新聞記者の人がインタビューに来て。はいあの その時湾岸戦争の前、まあ、今この話に今日なると思ってなかったんだけど湾岸戦争の直前のニューヨークは、うん、それこそ,その、あのー、クエット侵攻があって、あのー、ここやっつけなきゃいけないっていう、うん、イラクをやっつけなきゃいけないというような気持ちになってて、うん、99%の人が攻撃を支持してるっていう状態だった。うんうん、反議会の中で反対票を 当時たのは一人だけだったっていうニュースがあのあったのを見てるんですけど、そういう空気だったのにあの私はあんまりやっぱり気にしてなくて自分のカネギで歌うっていうのの時に、今とアメリカの人たちの頭の中は全部アンガン戦争でいっぱいだっていう状況だっていうことをあんまり認識してなかったんですよね。それで新聞記者の人が時子さんは広島長崎の国から来たんだと、うん。 こういういアメリカに対して何か一言言いたいことはないかって聞いたんですよ。私はあのびっくりして、うん、あの今ここで広島長崎のことを私がアメリカにする抗議みたいな意味で言うべきだっていうふうにも思っていなかった、まあ、その時はですよで何もあの私は音楽の話をしたいあなたと今ここで。 その戦争の話をしたたくないっていう、うん、風に言ったんです、うん、そしたらその日本に帰ってきてあの1月にあのまさにそのバグダッドに無差別攻撃が始まった時に、うんはああこれをこのあの時の記者は珍しく、うん、それに一撃を、はい、一言そ言無差別爆撃というものが許されてならないのではないかと。うん いうことを私に言わせたかったのかなって思ったりして、私はどうするべきだったのかなってすごく悩んでました、ね。難しいですね。でも確かに、そうミュージシャンがこう政治的な発言をしたりとか、明確なまあどちらかの立場を取るっていうのがやっぱ向こうでは当たり前だったりもして、当たり前だからね。<う>日本から来て、それに対して何も言わないのかっていう。うんうん、だけど。 いろんなふうに状況を判断したときに、うん、あの。まあ、もし私がそれを。まあ。しっかり発言したら。うん、その時のアメリカ人には、すごく反発したかもしれない、ね。って誰か言ってましたね。うん、そう思います。非常に日本とアメリカの関係も厳しかったと。うん、で、日本の経済が少し。まだ、ま、ましだった時だったんで。はい、アメリカ人はすごく日本に対する。この。 反発っていうのを感じてた時期だ、ね、って言われました。あなたも別にそれは感じてない。いそ,そ,そこまでは感じないよね。社会のことをわからなわからずにまだねちょっと田舎の方だったんでのほほんとしてたところもありましたけど、うん、でもその大変なことが起こってるっていう空気は向こうですごく感じましたね。でその ニューヨーク時代っていうのは稲野亜希子さんも隆一さんも、うん、あのアメリカでの活躍が仕事がそうですねだんだんと向こうでこう気づき始めたというか自分の居場所を多分その頃だったと思うんですけどライブはライブをでもあんまりやってなかったかなレコーディングをきっと向こうでしてたんじゃないかなと思うんですけど。ララストエンペラーっていうの、うん ラストエンペラーは88年とか引っ越す前でしたね。そうでね私が竜石さんとアルバムを作ったのが八十、これが82年「愛はすべて許す」っていうあなたがまあだか日本杉並に猫屋敷にあたそうですねでもその前かもしれないに生まれたて生まれた時2歳ですね。 が生まれたのは、私は知ってたと思うけど、あ,あの。そうそうそう。<laughs> あんまり意識をしてなくて。<laughs> 私にとって一番、その。竜一さんが I. M. O. を辞める、ちょっと前、三回、はい、する、ちょっと前で。はい、一人で。あの、演奏活動を。あの、スタートさせようとしている時期でしたね。この時。あの。ピアノ。うん、ピアノを中心に、アレンジして頂戴って。はい。 お願いしたんですよ隆一さんのピアノが大好きで、はい、そしたらワイモンは基本的に伝承音楽でやってるから<っ>久しぶりにピアノに帰ってきたって,言って<ー>嬉しいなーってピアノはいいなーって,言って演奏してらしてね <laughs>、うん、であなたはピアノをやっぱり小さい時から習ったはい、習いましたでもあの父は自分は教えられないし母も、うん 私は無理って言ってお母さん教えてくれなかった、うん。あの近所のピアノ教室に行きました <laughs>。もう本当にあ忍耐力、私も今自分が同じ立場だったらと思いますけど、親は教えるの無理だと思います <laughs>。そうなのよね。<laughs> 何とも言えないよね。うん。 反発もするだろうしうん子供忍耐力がちょっとで実際そのたまにしか父は小さい頃は家にいなかったんですけどたまに家にいると「何で練習しないんだ」って言われてでしぶしぶ練習すると「何? <laughs>」みたいな,なんか怒られるからもう怖くて怖くて多分イライラするんでしょうねあのもうできる人は。<laughs> そうなんだそういう部分もあったんだ、うん、小さい頃は本当にね気性が荒くってうーん 2>, 2人だけでちっちゃい時にどっか遊びに行ったとかそういう父とですか、うん、小さい頃はなくてその2人きりでどこか行った最初の記憶が12歳で、うん、ヨーロッパに父が行ってた時にニューヨークから1人で飛んでちょっと。 初めて過ごしてみたっていうのがあります。うん、それは結構ドキドキしましたね。十二歳、十三歳、十四歳。あれ。嬉しかった。<laughs> 嬉しい反面、ちょっとやっぱり何話していいかわかんなくて、トギマギしてて、多分向こうも同じだったと思うんですけど。うん、緊張しちゃう。うん。えー、ね、年頃に差し掛かった娘と。 年頃ねやっぱり思春期っていうのは子供と親の関係って結構不思議なものよね。うんうん、そうですね、うん、で10歳11歳ぐらいの頃にあのアップルのマックマックがいろんなところに導入され始めたので私もなんか一台家にこうやってきてそれでメールをするようになったんです父とメールアドレスもらって。だから そのメール上のやり取りはあったんですけどなんせうちにいないしなんかこう <laughs> メールだけでちょっと深メールだと何でも言えるとか <laughs> うそうでもなかった何でも言えるでもなかったかな,なかたそうび微妙な距離感でずっと来てでもそのヨーロッパに行った時にロンドンとパリでの、えー、っとコンサートツアーだったんですけどすごくあのなんていうか普段の。 お父さんの姿そのミュージシャン仲間と接している姿だったりとかを見せてもらって、うん、一緒に街を散歩したりなんか急になんか洋服を買ってやるとかって言って「<laughs> えーみたいな何何を買って <laughs> 何にも欲しいもんないなと思いながらでもなんか早く決めなくちゃと思って。 パって入ったお店でこれがいいかなって言ってセーターグレーのセーターを手に取って欲しいもんなかったけどそういうのは申し訳ない気がしてこれこれにするとか言って <laughs> 欲しいもん欲しいもんなかったって困ったっていうそうでもせっかく私の長女がやっぱり小学校上がる前だけど、うんはい、まあその今あなたの話の12歳よりちょっと若い時だけど、えー。 あの急いでるのねこっちはなんとなく。うん、で入学式までに洋服を決めなきゃいけないから「<ー>今直ちにここで洋服決めなさい」って <laughs> 言って伊勢丹の中で買い物してたら急にグリバンの中でおんごん泣き出したわけ、うん、欲しいものは何もない」って <laughs>、ま、いやあ分かるその気持ち。子供って欲しいものがいっぱいあって泣いたりするのに。うんうん なんか今あなたの話を聞いてあそういうなんかこの親はさすぐさっさと次の仕事に行きたがってるっていう、うん、それが子供なりにメッセージとしてきて、はい、急いで選びなさいって言われたことに対してすごく泣いたのかなって今ちょっと瞬間的に思ったけどねそ,そんなあなたのわがままなこの短い時間になんとかしろと言われていることにそうですね、うん、そね。 私その慣れない娘に何かを買ってあげるっていうことに絶対向こうも慣れてないわけですよねでもそう言ってくれた気持ちを無下にできないっていうのもあるしうん、うん、なんかもうてててがギクシャクし私も父親と誕生日私の父もあの結構音楽家関係の仕事をしてたんで、はい、家にいない日が多かったんですよね小学校の時京都にいたんだけど。である時 突然今日日は誕生日かって言ってて、うん、あの頃はあはまだ戦争終わって間もなしだからさ誕生日のお祝いなんてほとんどしてもらってないのに「うん、誕生日か」って急にたまたま家にいたもんだから「じゃあ何か買ってやる」って言って二人でデパートの中歩いたことがあってあの時のもじもじする感じはあったな。分かるあのちちっちゃいなんか箱を選んで、ええ そんなに欲しくはないんだけど <laughs> やっぱり <laughs> <laughs> これがこれが欲しいとか言って無理やり言ってねえ、うん、とか答えを出してあげないと可哀想みたいな、うん、あったねありますよね、うん、子供っていろんなこと考えてますよね十二 <laughs> 歳そうかあのあ私もすごくその活,活動に詳しいわけじゃないんだけど、はい、まあ八十年代そのアルバムを作らせていただいて。 でえー、88年ラストエンペラーの頃もお会いすることがありました、はい、私はハルビン生まれだったので<え>すごくラストエンペラーっていうあの作品には思いがあったんです、ね、<え>あの完成会会の時においいしたと思います、うんうん、でも今ふっとねあなたがそのこの9歳から行ったあたりに、うん、あのユダヤ人のユダ人ダヤ人あの ロシア系の人とかもいました。ああどうだったんだろう。あの,の私、ね、ルーツはあんまりうん、うん、あのまあまあ一言ユダヤ人と言ってもいろいろな、うん、違うじゃないですか。アイリッシュとかもか多かったかな、ねうんうん。だ私があの中国のハルビンそのラストエンペラーのハルビンという、はい、ラストエンペラーの最初のスタートラインはあのハルビン駅、はい、そこにフギフギー 皇帝満州皇帝だった人が殺さえっ、ー、とあ安順言伊藤博文が殺されるシーンだったかななんかハルビン駅が出てくるの、はい、冒頭にうん、うん、あれだ私はもうねグッとなっちゃって <laughs> であのハルビンっていうところがやっぱり亡命者の町だったからユダヤ人がすごく多かった、はい、で亡命者だからロシア人亡命ロシア人だから亡命ロシア人でもそういう辺境の地から割合 このハルビンというところに、ね、あの移住した人たちが多くて<ー>あとはあの思想弾圧ですよねスターリン時代の,の弾圧で革命に従事した人たちも<ー>、まあ、あのトロツキ人と言われて、うん、結構トロツキーもあのメキシコに逃げて殺されてるんだけどそう,そういう人たちが多かった街のようなんですねだから私の父は非常に、まあ、面白いっていうか。いろんなカルチャーが 素晴らしいいいい人たたちがいっぱアーティストも多かったでしょうねあの。ハルピン学院っていう大学だったんだけど、えー、そこで教えてる人たちもその亡命ロシア人の人も多くてユダヤ人も多くて本当にそうするとその,もうあの今言う多様なっていうよりかも,もっとルツボっていうかうカオスのようにうん、うん、そういうエネルギーがあった街だって<ー>文化が。はい そういうものが私はニューヨークにはあるような気がするす、はい、多分それがあの矢野さんも龍一さんもニューヨークに住みたいと思った理由だと思うのそうですね音楽的にもそうだと思います16歳の時だそう「SisterM」の名前で龍一、はい、さんの曲を歌ったそうなんですあのー 音楽をやりたいといとうのはずっと、まあ、歌は好きで学校でコーラス隊とかをやったりしてたんですけど15歳この1年前に、えっと、父のコンサートの打ち上げで日本でなんですけど打ち上げでカラオケに行ったんですけど父はいなかったんですけど父のマネージャーがその時参加してて。で まあ、J−POP を歌ったんですけどその時の声をマネージャーが聞いていてくれて父のマネージャーさんが聞いていてくれてでこの「シスター e m という、まあ、企画というか曲自体はもともとあったんですけどそこにはまるシンガーを探していたというこの。 新人というかね誰だかよくわからないそう、うん、誰も知らない未知なる存在がそこに急に現れたよって感じを作りたかった多分そうだったと思うんですけど、うん、そのこの曲に合う歌声っていうのを探していたらしいんですが、うん、その時に父のマネージャーがそういえば東大元暮らしだけど <laughs> みゆちゃんがこういう声だったよっていうのを言ってくれたみたいでスタジオに呼ばれてこの曲ちょっと 花歌でいいから歌ってみてって言って歌った時に「ああいいかもね」って言ってくれて歌うことになったのででもここからこう歌手としてやっていくっていうつもりはまだ全然その時はなかったしでもすぐすぐじゃないですかそうですね<う>やこれを,セカを出そううっていうことにれでこの初のレコーディングっていう環境でこのヘッドホンをして自分の声で歌ってみた時に。 本当に快感で自分の声がこう耳の中で音楽と混ざっているっていうのが幸せすぎて忘れられなくてこれをやっぱりやりたいっていうのを告白して <laughs> 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 そういうのはとすごく恥ずかしかったんですけど、うん、でも、うん、あの「シスター M」っていうの,の中に「はい つまり娘じゃなくシスターとしてあなたを見たっていうことでしょ<ー>その後に何か兄妹なんか企画なかったでしたっけおありましたっけ何だっけリ一さん、うん、兄,兄妹とかって何かっていうや,やらなかった兄弟として扱うことに結局したのかなってあって。あー 深い意味はきっとそ娘じゃない感じっていうのはもちろん出したかったと思うんですけど、うん、シス本当にね適当に決めたのを覚えててなんかご飯かなんか休憩時間に「名前どうする?」って言われて「うん,なんかシスターシスター M なんで妹になったんだろう」でもこう妹っていうだけじゃなくて「あのシスター」あの。 いわゆるクリスチャンのシスターさんですねシスターとかーのクリスチャンのあのこういう,そう先生のことをシスターって言いますよね、うん、シスターだったり、うん、まあそういったニュアンスもあったりするので多<分>ちょっとこうセイントな感じの声どこからか聞こえてくるみたいな感じの声だよねきっとそれをイメージしたんじゃないかなと思うんですけどおーおー本当思いつきで決めてこんなに長くね一緒に生きていく名前だと思わなかったんですけど <laughs> 自分杉蔵さんが、はい、あの早くこのアルバム最初関わってた、ね、あのとても杉蔵さんが好きで10代の頃ニューヨークで頑張って日本の音楽をいっぱい聴、ね、いててその中で「ルナシーお杉蔵さんがやってらっしゃったのがすごく好きで影響されて最初の作品はまあ今日中のプロデュースっていうのは決まってたんですけど。 水着上さんにも曲を書いてほしい、うん、っていうのを熱望して叶っ夢が叶った。<の>った,たまたまあの流石さん亡くなって私もあのいろいろ関わりがあったので、はい、ちょっと冊子にの載せさせていただいたときにあの最後に流石さんに私がお会いしたのが2014年、はい、であのその時たまたまあの大震災の後に 毎年必ず3月の11日の,、うん、の追悼会龍一、うん、さんも来て来れる限り来てくださったし、はい、あとシーダブ・リコールさんも来てらしてて、うん、そういう会だったんですねでたまたま2014年の時は杉蔵さんも同じ日に3月10日だったんですけどああ杉蔵さんとか敏郎さん、うん、ブラハマの敏、はいうん、郎さんから泰治君佐藤泰治君、うん、あのあ後藤さん 味方の後藤さんみんな集まってて、うん、でその時は本当に龍一さんがあの熱弁ふるって、うん、あのいろんな、まあ、原発のことも環境のことも話してくださったのが、はい、あの最後、うん、その時の写真がすごく私の、まあ、宝で次蔵さんはその後もずっと、うん、あの結構何回もね、うんええ、よく写真を拝見します そういう意味で、こうミュージシャンであるということは、うん、あの、ちゃんと社会的に意識を持って。うん、行動する力を持って、あの、いるべきだっていう感覚は。すごく、あの、共有してたと思うん。そうですね。うん、多分教授は意識的にそういう姿を若い人にも見せて。いたと思うし、うん、私ももちろんそれを見て、こう。なんというか、いう、まあ。 堂々とね本当に勇気を出さなくちゃいけない時があるんだっていう姿を見てたので、うん、本当に例えば YMO の頃とかは、うん、多分そういう雰囲気にはしてなかったと思うね。ね、はい、むしろ照れくさいようなそういう発言みたいな、うん、照れくさいような部分も多分あったかもしれないんだけど隆一、うん、さんは高校生の時から学生の時をやったね。 新宿の最後高校すぐすぐ近くでいつも新宿にプラプラ行くとあここ新宿高校だって思いながら通るんだけど<う>新宿高校の時代に、はいまあ、私とリ竜一さんは約10歳ぐらい近いあのあ近いじゃなくて違う <laughs> 違う, <laughs> 違う,違うからあの私がそうですね竜一、えー、さんが高校生っていうことは私がもう27とか8だから結婚しようか <laughs> 何かっていう,ような頃だったと思うんですよね18そ,うなんそのぐらいの違い違があるんだ,、ね、んだけどその私は72年に結婚してるけど、はい、そ,のその頃に70年代69年68、うんまあ、年はまだ高校い行ってるかなうん、うん、あれな,なんしょっと年代が。のっ遅れて始まるんですよ <laughs> 高校生運動って。 めちゃくちゃになった頃に、高校生が最後の、うん、あのう、砦みたいにして、うん、あの頑張った時期があって、はい、その時期に学生運動をしたという話が。聞いています。新宿高校あたりは、あの辺の風月堂とか。と、あの新宿駅近辺の、そのアバンギャルドの、あのメッカだったから。ええ それが、なんか龍一さんの原点かなっていう感じが。そうみたいですね。結局最終的に、そういう原点みたいなものって、すごくこう。うん、根底から、その、生き方を決めるよね。うん、うん、そうですね。あなたも、きっとニューヨークの時代のことが。はい、今もじ。今、今も実家。今は。同じ場所じゃない。うん、同じ場所の家はなくて、母は。えっと。 ん,なんていうか市内というかあのマータンに住んでます、うん、だからそこのお家に行けばまあただいまっていう感じはするけどもちろんもう部屋はなくて <laughs> でもその娘が生まれあなたの娘が娘さんが生まれた頃に、はい、あのおばあちゃんとか行って行くわけ連れて行くんですか、うん、えー、っとね <laughs> 一度だけニューヨークには連れてったことがあったんですけどでも 本当はおばあちゃん感は全くなくてじ <laughs> ゃ <laughs> ないよね想像つかないなん,なんかたまにコンサートも連れていくんですけど「あ来たのあいやみたいな感じで <laughs>「ああ」みたいなおばあちゃんのおばあちゃかわいがりは全くないので本当に対等な感じですね、うん、まあ矢野さん あのもっと日本にいてほしいけどね。そうですね。もうちょっと来たいなっていつも思うよ。会う機会があればねいいんですけど。私も何回か会ってるんで。でもニューヨークにいると二人だけでリュイツさんの悪口とか言ったことがあります。<laughs> それちょっと詳しくあと <laughs> で詳しく <laughs> そう。でもニューヨークに多分ずっといるんでしょうね。あの日本にいるとなんというかちょっと窮屈そうなふうに窮屈なんだね。見えます。ね、はい。 そ,その、日本で暴れてほしいけどね。ううん、そうですよね。あのいろいろ今日は、あそう、あそうそう。さっきね、はい、ちょっとだけあのこの旅があなたは好き,、はい、好きってシベリア鉄道三週間というの。そうなんです。うん、これはね仕事があって、うん、いいまあいいきっかけをいただいたんですけどドキュメンタリーの撮影で。 BS だったんですけどそのいろんな旅の中の音を探しに行くっていうちょっとまふわっとしたテーマで <laughs> シベリア鉄道に乗ってウラジオストックからモスクワまで,で全く降りなければ、えっと、7泊8日ぐらいで着くんですけど要衝所で降りながらいろんな町に泊まって2泊ぐらいして、うん、まあ1回降りると次の電車がもう2日後とかなので2泊ずつぐらい滞在して。 うん、ハバーロフスクとか,なんかベバイカルコとかイルクーツクとかいろいろイルクーツクね行き、うん、ましたあと日本ヤクーツクとかヤクーツクまで<ー>ヤクツクは、ね、止まらなかったんですけどあとどこ行ったかなえっと、と急になんかあの東洋系の顔の人ばっかりになったりんしすモンゴル系のモンゴル系のブリアト国。ブリア あのイルククーツクの近くからブリヤート族ちょうどぴょろっとこうブリヤート共和国に一瞬入る、ねうん、ブリヤート族が日本に来てるんですよそうですか北海道<あ>北海道の利リ尻リレブンっていうあ,<ー>あれは昔つながっていたんです、うんはい、島じゃなかったの<ー>その時にあそこまで渡ってきた人がいてそれが北海道に渡ったっていうのがあってんでそんなことに興味があるかっていうと、うん ブリアト族族とそれかツングス族です、はい、満州の北の方に、はい、私は何でもないんだけど昔ツングース族の典型的な美人の顔っていう本 <laughs> ツ,ンツングース族の典型的な顔は加藤登子っていう本を見たことがあって<ー>それ以来そこでは私は美人なんだって <laughs> い自分に言い聞かせながらそれでなんとなくモンゴルに行けばツングースに会えるのかなと思ってモンゴルに行った時に。 私みたいな顔の人はどこにいますかって言ったら「ああんたはツングースだね」って <laughs> モンゴルの人にまで言われたんですよ「<ー>あんたはツングースだってあれはもっと北の方だ」ってモンゴルの人に言われましたうそうすると私は満州で生まれてるから<れ>、うん、うちの母はなんかツングースの人となんかひょっとしたらでも私あまりにも父に似てるからそれはちょっと気満州族私ツングース族,満州族っていうのはね、はい、あのツングース族なんですよ。 基本的にねそうでそブリヤート族もその,その辺がずっと、はい、あの平和だからいろんな私一度そのシ,レビシベリア鉄道に乗ってみたいなっていう、ええ、ああもうゆっくり時間もねぜ,ぜひ,ぜひ本当いやあの窮屈じゃないなんていう車両とかもあっていろんなこう4つぐらいに分かれてるのかな、まあ、みんながギュギュッとこう寝てるところもあれば。 個室もあって,あって、ね、いろんなあの車両があるんですけど、のあの紅茶とか紅茶もそうですね飲めるっていう、はい、素敵な食堂車もあって食堂車あ,ありましたね。そうでも素敵かどうか <laughs> ちょっと寒かった気がする <laughs>。寒い。 あの寝るところは暖かかったんですけど食堂車は寒かった気がする季節はいつでした真冬でとちょっと年越しをしたんですよ<冬>電車の中で12月20日から1月の7日ぐらい現地の方々もなん,なんで今この季節に来たんだお前はって <laughs> バイカル湖が凍ってるところを多分撮りたかったんでしょうね。 それで列車は暖かかった。寝るところは寝るところは暖かかった。あとアムール川そのバイカル湖に流れ着くもうタイガ海のようなタイが、うん、日本に来ている流氷はあそこからできてるそうですもんね。そう,そ,う,すそ,うそれが実本当にまあできてるところえっとアムール川が凍ってる、うん、凍って渡るんですよね、うん、現地の方々それもまあ渡ったりとかじゃあその二泊 いろんなところで宿泊したりするときに、はい、あのシベリアの極寒の12月を、寒のあの零下40度ぐらいまで,行ったで、零下40度まで行けます。だから息吸うともうね、もう中が痛くてでこう凍っちゃうんですよね。けど、<laughs> あとカイロはたくさん持ってったんですけど、で、あの役に立ちませんでした。<laughs> たそのまま凍っちゃうの。の<ー>でもそこであのシベリアのまあ日本人のお墓も うん、そこにもう行くことができてあそそこに行ったことはすごくこう印象的で、うん、その後、うんうん、おじいちゃんが父方のおじいちゃんがまだ生きてた時にえそのああ旅の,のおじいちゃんあの岩波の研修 川で,ですね昔の川出処分の鬼編集者だった <laughs> もう戦争に行ってるんですけどあの,あの方はシベリアに行ってらっしゃるいや仲間がたくさん行ってたんですって、うんうん、それで自分は無事だったけれども仲間がたくさんシベリアで亡くなったからでも<て>ということは大陸の方に行かれたということですか南太平洋じゃなくて 忘れしちゃった。通信兵だったってで、<ん>通信兵だったってったで、<ー>どこだったんだろ中国？どこだ。<国>満州？いや、どこどこかで通信兵をしていたって。<ー>その時に仲間がシベリアにたくさん行ってっていうことを、まあすごく寡黙な人だったんですけど、後でおばあちゃんからその写真を見せたりして たことをその後におばあちゃんからおじいちゃんが美ウが仲間のお墓参りに行ってくれたって言って泣いてたよっていうの後で聞いていや今日はもう本当にそこまあ、ま、だから今、えー、抑留っていう話になるとね、うん、あのそれこそユダヤ人の話もありましたけど、はい、あのポーランドとか。うん あのヨ,ヨーロッパで、はい、あのロシア時代帝政ロシア時代の東ヨーロッパでは、はい、何かあればみんなシベリアにあの日本人の抑留とはまた別だけど流刑地としてあのシベリアに生かされてたわけだからそ,、ねうん、その極寒のシベリアをあなたが経験するのは何かの宿命ですか、うん、<laughs> ねな 覚悟があって行ったわけではなかったんですけど今思うと本当に見といてよかったあの辛さあのあの寒さあの何にもなさ2日間鉄道で走ってもずっと同じ景色だしこれを当時の人たちがもう歩いて行く食料も尽きてっていうことを本当に想像できたしうんあとそこで年越しを 列車の中ででしたんですけど年越しがにいもう一度来るあの日付変更線っていうんですかあれを渡るので一回年越ししたと思アにもあるもああ日付変更じゃなくてなんて言うんだ時差があるんですよあ時差あるね、うん、時差この線をさっきの場所とこっちとで違う時間に急になるんだう、うん、もう一回 もう一回年越しするみたいななるほど年越し正月を迎えたんだそうなんですうわ走りながら12時を迎えてどんどん先に進むとまたそこで時差があってまた12時が来たみたいなそういうこうある程度モスクワとの時間との調整か何かで段差がバンとできちゃうようなん時差国内でも時差が それだけあるようなまあその二十歳とかぐらいで21かそういうこうまあ想像もできないような広大な自分の力の及ばない寒さだったと寒さだったり広さだったりということをなんか目で見て肌で感じたっていうのは今はすごく感謝していて。 当時のスタッフにはすごく迷惑をかけたんですけど <laughs> でもいやそういう今日はなんか最後に一曲とか思ってたんですけどあ<ー>急に「家中車かわいい別れの面」 めらはこの「カチューシャ」っていうのは龍一さんが好きで。うん あのこのアルバムじゃなくて「もう夢の人魚」ってアルバムの中でピアノの演奏でレコーディングしたことがあったんですよ。はい、それと日本の,あの,その「夢の人魚」ってアルバムの中では、はい、あの日本はいろんな音楽文化をこう吸収して、うん、あの自分のものにしてきた、ええ、その中にこ,れこの曲作ったの中山新平だけど。ええ あの,あのトルストイの復活を日本のお芝居にして大正の始めですよ、ええ、日本のお芝居にしてその挿入歌としてこの歌を作ってるんだけど、えー、決してロシアっぽくは作ってない、えー、ロシアっぽく作ってないんだけど、えー、題材は復活なんだ<ー>それであの私はこの歌あの そう今急に思い出して、日本の同様のようにね聞こえますけどそしたらね「の復活」を読まなきゃいけないと思って、はい、復活を読んだんですで昔はあのロシア文学って結構、ね、必ず読んだものなんですけど、うん、最近はほとんどみんな知らないかもでトルストイっていう人はあの「戦争と平和」と書いてえ<っ>19世紀の文豪だけどまあ本当に「 あの戦争しないっていうものを求めた人なんですよね、うん、でだけあとは階級、うん、貴族が富を独占している階級、はい、それをあの乗り越えたいっていうような、うん、そういう時代の,あの文学なんですね、うん、で面白いこの「家中車」っていうのはあの、えー、あ説明すると長いけどね面白いのよとっても面白くてねあの 貴族だったある男の子が、まあ、あの十,十数歳であの召使いだったあの女性と愛を交わして、はい、えだけどそれがすごい叱り飛ばされてその女の子はそこでクビになっちゃうみたいなどっか行ってしまうで彼は普通に成長して偉いとても偉い貴族の偉い人になってある時あの裁判所で陪審員に見たら目の前に16歳の時に自分があの愛,、うん、愛を愛愛を 交わしした女性が身を持ち崩ててて殺人犯になって出てきたっていう。でそれを助けようとする助けようとするんだけど、えー、あの女性に断られるあなたのお坊ちゃんはそれをやめなさい、うん、あなたは一生も台無しにするだけだ、うん、というのにもかかわらずその男子は最後まで断られ続けながら家中車についていく。 シベリア送りされるカチューシャにずっとついていくんです最最後の最後のまででついていてくんですもうそれが今あなたがそのあのシベリアをずっと歩いて連れて行かれた人たちっていう話をした時にあ、うん、あの浮かんだんだけどその「カチューシャは」は、うん、送られていくんです。うんうん、で行かなくてもいいボッチャモは、うん、あの彼女を見ていたくて見守りたくてついていく。 だけどその囚人と一貴族だから接触ができないんだけど、ねうん、そういうお話だったんですよ<ー> <laughs> びっくり <I know. S 1> でで最後はあのカチューシャはふずっと冷ややかなんですよ<え>でカチューシャは一緒にシベリア送りされた革命家と一緒になって去ってしまうっていうかの貴族であった彼は 自分の心の中にすごいそういう博愛の気持ちと大きな愛情とそ,のそういう悲劇がね自分の,あの選ばれた階級と貧しい階級でこんなになってしまうみたいなことにものすごく熱く。 燃えた素晴らしい青年なんだけど、うん、彼は何もできなかったっていうのがト、うん、ルストイっていう人が書いたついていったのにそれにも祈らない何もできないと分かっているのに <laughs> 最後の最後までついていくっていうそういうね <laughs> あの小説だったんですよ。っていう歌を急にで最後い <laughs> あ,<ー> <laughs> ありがとうござます」「いやあなたの,そのシベリアの体験話を聞くというふうには思わなかった」もっっとといっぱいいぱ聞きたいことが あったんですけどこうねこん,こんなお,お話になるなんて嬉しいでもあの予想外の, <laughs> あのだから私も龍シさんもね、はい、例えば皆さん YMO とかいろいろ私もよく話した中にあの本当にピアノがたまたまあったからピアノで音楽してる、うん、あの例えばここに石ころしかなければ石ころでも音楽ができる。うん、だすっごく世界観の中にいつも まあ、想像力という意味では、はい、あらゆるこの状況の中で自分はどう生きるだろうかっていうことを感じている人だと思ったんだけどあなたもミステリーだねえそうですか、うん、いろいもしかしたらいろんなシーンをあなたはきっと <laughs> <ん>心の中でずっとたどっていくんじゃないですかこれからも。そうですね。<り>40代今40代今なんですけど 本当の自分が出てくるのが割と遅めだったなと思いますい、うんうん、だからまだまだきっとんかいろんな人に出てきたのはいつ頃から出てきたのが26ぐらいきっと <laughs> からだんだんとで子供が30代半ばで生まれてまたちょっとむきっとなんか出てきて、うん、これからまだ 出てきた自分が形になっていくのをすごい私は楽しみにしていたいと思います。あ,すはい、ありがとうございますおばあちゃんにも「あなたは遅咲きね」って言われてきたので <laughs> 私もねあの遅咲きっていうぐにですあの,あの占いに遅咲きって出たことがあるわけで、えーえー、遅咲きって何歳ぐらいのこと言われてるのかなと思ったけど、うん、私今年80になるんですよ。はい、ね なんとなく、あ、そろそろかなって。あ、そう。<laughs> なんちゃって。<laughs> 今日はすごい。もう先輩がい、えーまた,ま、たい,っぱい。<laughs> あなたがこれから、本気を出して。<laughs> はい、坂本美雨が。自分を見つけていく。うん、だって不思議な素材がいっぱいあるわけよ。あなたの中に。多分、はい、い。こう。エレメントというか。電子、ね、というか。 きっとそれが咲いていくんじゃないかという、またまたぜひここに来て、いろんな話を聞かせてください。うんはい、ありがとうございました。したスト坂本美雨さんでした。